そんな風間くんの今世界中でバカウケのワクワクパフォーマンスをお見せします。これただ回ってるだけじゃありません。体半分出てるんです。一体どうやって運転してるの？さらには車から降りてお客様にご挨拶って、車がどんどん先行っちゃってるんですけど、日本に帰ってきても風間の曲乗りはさらに冴えます。ワクワクか、オープンカーだ、あれワクワク専門の車じゃないですか。入りました。これが今乗りに乗っているアメリカ、そしてお台場で受けに受けているワクワク風間ショー。ワクワク専門の車だ、あれすげえ。皆さん、これがワクワク専用の車です。あのスピードは危ない。ロデオ踊り、そしてこれで乗ってます。これでドリンクしながら、おい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 、バカじゃないの？考えられません。バカじゃない。普通にドリフトしたってできないっていうのはあったの。ではこの不思議な運転をもう一度。左手でハンドル、右手で屋根、左足でアクセルコントロールしてドリフトに持ち込む。なんで？何が出るのやら、楽しみです。何をやってくれるのか。さあ回転だ、そこで回転だ。